どうも、わきです。パワプルアプリやっていきましょう。今回はこちらのホワイトデー記念大祝賀会ガチャを30連引いていきたいなと思います。はい、というわけで今年もホワイトデー記念ガチャがやってきましたね。確か記憶が正しければ昨年のホワイトデー記念ガチャをかなり、引いた記憶がございます。確か去年は小ガチャの方で三田村、アレプト、そして暗黒スバル、この辺のキャラクターのみが出現するみたいな形になっていて、まあ、全員プラス5じゃないからこういう時に回すのが美味しいよねなんて言ってパワーストーンを500個ぐらい使った記憶があるような気がします。今年はですね、こちらの大祝賀会ガチャを30連だけね引いていこうかなというところでございます。はい、今回の大祝賀会ガチャは SR 以上確率アップ、特定の男性キャラのみ出現、そしておまけで招き猫が3個ついてくるということで、なかなか悪くないんじゃないかなと思います。で、確定はと言いますと、なるみ、三田村、そして暁進む、そしてパピオンですね。なかなか悪くない、4キャラクターなんじゃないかなと思います。暁強化で唐突に評価を上げましたパピオン。で、暁進むももちろん50とかだとめちゃめちゃ使えますし、まあ、なるみはもう言うまでもないですね。まあ、三田村もなんだかんだまだまだ使えるとこがあるキャラクターなのかなと思っているので、まあ、全員僕は今欲しいキャラクターとなっておりますので、ここは、初回と3回目両方、この確定部分引いてもいいんじゃないかなと思ったという感じですかね。はい。で、特定の男性キャラクターのみというと、大体いるのかな。まあ、とにかく女性キャラクターが出ないよというところですね。はい。よいしょ。さあ、では引いていきましょう。なるみの PSR の解放を進めたいっていうのがもしかしたら一番かもしれませんね。なるみの PSR がかぶれ、いきましょう。頼む。まあ暁進むの PSR 出てくれても嬉しいですね。はい、守備打撃の、しかもミートの直上がりもある。あのキャラは強すぎる。三田村も PSR を持っているので、まあ将来的に50できれば嬉しいなぐらいの気持ちではあります。ただいつ別バージョンがまた来るかとかも分かんないんで、基本は置いておきますけど、ね、では2回目いきましょう。懐かしいですね。去年のホワイトデー記念ガチャ、ひたすら小ガチャを単発で引きまくった2、30分ぐらいの動画。1年って早いっすね。はい、並びないっす。青葉アディオス、顔だけかっこいい。ラスト30連目いきます。まあ招き猫3個付きっていうのが本当に今回はさらに良かったかなとは思っております。さあ、なるみの PSR が被ってくれればめっちゃ嬉しい。おお、まあまあなるみ SR いいでしょう。はい、まあただまだまだなるみはその PSR 以降できるほどは持っていないので、まあ、結構遠い話かなとは思っていますね。 PSR に移行するのも一応見ますか。これもう見方がわからんまでありますよね。とりあえず PSR で見るとここになるみがいますと。いや、 PSR にいっぱいいろんなキャラがいる。はい、早く角田の別バージョンも来てほしいですね。はい、でなるみ1枚、めちゃめちゃあるな。おい、2枚、うん、三田村も1枚あるよと。早く野球の別バージョンとかも来てほしいですね。まあ、この辺はもう待機でございます。ずっと待ちます。私待つわってやつですね。待ちましょうと、はい、いうところでございました。今年は小ガチャは引かないですかね。はい、そうですね、小ガチャは今年は引く感じじゃないかなと思います。去年はこの4人のみ出現みたいな確か感じになってたんだと思います。それだったら今年もちょっと考えましたけどね。はい、よし、 OK。 はい、そしてお知らせ、皆さんもう一つ来ておりますね。春の熱血甲子園大会がまた始まるみたいです。まだ報酬が誰とかっていう詳しい話は載ってないんですが、少し確認しておきますと、スタジアムイベント春の熱血甲子園大会2018が開催されます。春の熱血甲子園大会2018では戦力が近いチーム同士でマッチングされた少人数のグループで試合を行い、ランキング形式で順位を競いますと。もういつものやつですね。はい、こうさ、どういったねキャラクターがまたまたこれはね景品になってくるのかというところがまた注目点なんじゃないかなと思っておりますというお話でございました。はい、
まあバトスタートーナメント今回ね走ってる方がかなり少ないと思うので、まあその分もまた春の熱血甲子園大会が熱くなるのかなという感じですね。昨日、薬師寺の初使用会の動画出しましたが、まあそれは弱くはないんですよね。薬師寺打撃キャラで得意練習率アップとかまあもろもろ持っていて、合わせやすくて使いやすいのは使いやすいんですけど、一つ金得が確定じゃないのと、あとはなんといっても上限アップとかは持ってないので普通に見えちゃうんですよね。弱くはないんですけど、こう最近の流れで言うと、多分薬師寺がミートの上限アップを持っていただけでかなりね、もうそれだけでめちゃめちゃ変わって、今回絶対走らないといけないっていうイベントにね、このバトルスタートーナメントもなってたと思うんですけど、まあ本当にでもですね、昨日ふと寝る前に思ったんですけど、なんで東条に上限アップついたのかなっていう、ダイヤのエースの、いや僕東条めっちゃ好きなんですよ。ダイヤのエースも好きで、東条っていうね、なんていうんですか、そのキャラクターもすごい好きなんですよ。ただ一つ言わせてもらうと、なぜ東条なんだっていうダイヤのエースにおいてなぜ上限アップが唯一ついたのが東条なんだっていうね、それだけは未だに不思議で仕方ないですね。薬師寺とかは全然なんかついてもいいこの感じだと思うんですよね、その原作的にも。なぜ東条なんだすごい思いましたね。はい、まあそんな話はさておきですね、最後に1枚天才の入部届をですね使おうと思ってます。1枚だけね持ってるんで、でデッキをですね考えていて、あーこっちにあるか、こっちに1枚あるんで、ありますね。はい、デッキをすごい悩んでいます。昨日の動画の中というかコメント欄の中でもそのお話をしていて、皆さんにいろいろ案を出してもらったんですけど、例えば昨日もらったので言うと、角だと佐伯を入れて、あと肩で固めて上限アップ2個で、肩のいいタックを待ちつつ、ミートと守備を上限アップできればかなりいい選手できますよとかっていうコメントももらっていたりして、それもいいなとか思ったりもしますし、あとはそうですね、まああえてのその角田でもなく、ユニフォーム相良でもなく、サンバ新島、そしてエプロン佐伯でミート守備の上限アップで打撃とメンタルを積む、あとはもうタックで稼いでいこうという戦法。ちょっと今回投手は僕使うつもりありません。野手で使うつもりです。はい。あと何があるかな、あとはもう単純に相良。上限アップ3つっていう、結局一番いい形を狙う。フレンドオークエプロン50です。結局相良。あ、でも打撃少ないでしょっていうこれ。打撃もう1枚誰だ、これ多分前指入れるべきか。前指打撃。まあ後指でもいいか。後4でも告白が間に合いやすくなるし。多分イベントは間違いなく走るんで、後4でもいいぞ。ここになので最後の枠1枚打撃誰かを入れる。っていう編成。ただ僕、最初上限アップ3つでやろうと思ったんですけど、まあ初見の時にこれ使ってみたら全然精神ポイントが足らなくて、上限アップ3つは厳しいのかなとも思っているんですよね。ちょっとセンス引いて検証してみましょうか、また動画で。明日あたりちょっと厳選やって、まあイベントは走らないと思うんですけど、とりあえずポイントが足りるのかどうかだけの検証とかもやってみましょうかね、また。さあ、この打撃枠、それこそ野球の別バージョンとかあればいいんですけどね。あ、これはトシ君だ。今思うとここは絶対トシ君だ。はい。まあこれ後4ですけど、前に後4ですけど、まあイベント完走するでしょう、おそらく。はい。前に後4で、まあ前米告白早く持ってきて、上限アップできればですよ。これ強いですけど、精神ポイント多分足んないと思う。まあまあメンタルでブレイクスルーめっちゃいいの打ってたりすると、また状況変わってくると思うんですけど、どうなんですかね、これで精神ポイント足りるかな。ちょっとこれでですね、センス丸厳選して、近いうちに動画一回やってみたいなと思います。で、これいけるぞってなったら最後それでも天丸引け、天丸引けって言いながら、最後ね、これで天才決めましょう。決めましょう。はい。で、もうきついなと思ったらサンバ新島使います。まあ、このデッキの相良のところをサンバ新島でももういいですけどね、普通に。そっちの方が安定感ありそうで。うん。まあ、しかも打撃詰めるっていうのが普通に一ついいことですからね。前に後呼んでいこうかな、やっぱり。あー、でも、脳みのイベント早めに起こらせて最大値も上げたいしな。難しいところではあるな。まあ、ちょっとそこもね、また悩みますが、最後にね、天才を燃やそうと思っているというお話でございました。というわけで、今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。
はい、というわけで皆さんのですねおすすめのデッキ編成なんてあればぜひねコメント欄の方に書いていってください。まあその型デッキとかもね天才燃やす燃やさないを別にしてちょっとやりたいなと思っておりますので、まだまだカイドウ楽しみます。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。